はい、始まりました。毎度おなじみゆうご .tv でーす。こちら千葉県旭市、JR 干潟駅から徒歩30秒ほどにございます。手作りアクセサリーのお店、ラスタ。こちらから全世界中に、ほぼ毎日7時頃に配信しておりまーす。ということで、人生に役立つ情報をお届け。本日のお題を早速読んでいきましょう。適当に考えることが最も適当である。こちらのお題を今から読んでいきます。その昔、私は完璧主義の人間でした。完全を求める癖があり、完全、完璧、100% を求める思考がありました。適当にやってしまおうという口癖はとは無縁でした。しかし長く生きていると、完璧を求めていると寿命が縮んでしまうことに気づきます。勉強、仕事、恋愛も完璧を求めていると、いつも頭の中で考えていることになり、精神的によくありません。心が不安定になり、鬱のような状態になります。最近の私は、まあいいか、なんとかなるか、適当でもいいよ、とよく口にするようになりました。年をとって性格が丸くなりました。なぜ適当に考えるのかというと、一番適当だからです。イライラしたとき、ムッとしたときには、頑張って 100% を目指すぞと思うより、まあいいかと相手を許すのです。相手を許した瞬間から、心の重い荷物から解放されることになり、精神的に軽くなれます。適当というと、どうマイナスのイメージを持っている人が多いようです。どうもマイナスのイメージを持っている人が多いようです。しかし、漢字で書くと適当になります。適当に考えることが最も適当であるということです。これちょっと付け加えておくと、カタカナの適当と適当と漢字の適当、この2つね。はい、適当に考えることが最も適当であるということです。適当にやりましょうということは、適当にやりましょうということです。マラソンでは無理なハイペースで走っていると、すぐ息切れしてしまいます。すぐバテてしまい、初めは良くても後で悪くなります。マラソンでは適当にマイペースで走ることが最も長続きする走り方です。最も好成績につながる姿勢になります。マラソンでは適当にマイペースに走ることが最も長続きする走り方です。最も好成績につながる姿勢になります。適当に生きていくことが一番適当なのです。今日の格言、適当な考え方を持つ。カタカナの方の適当ね、いい加減みたいな、いい加減っていう、いい加減ではないか、適当。なるほど、まさに俺みたいな感じだな。俺ほんと適当だかんな。適当、適当がでも適当なのか。まあ適当がいい時もあるけど、俺は適当すぎちゃうんだよな。うまくその適当をバランスよく保てれば、両立、一生懸命やるときは一生懸命やる、抜くときは抜く、スイッチのオンオフみたいな適当なときと、頑張るとき、適当でいいでしょう。ということで、本日もご覧いただきありがとうございました。それでは、ドローンいたしまーす。